クロカンブッシュ。クロカンブッシュは、フランスの州側でできた菓子。名称はフランス語のクロークイエヌブッシュで、頭位や州が口の中で、ガリッと崩れる様子を表す。クロケンブッシュ、または、クロケブッシュとも表記される。サントノーレと呼ばれることもある。ウェディングケーキ台の上に、カスタードクリームを入れた。 小さな州を飴やカラメルなどの陶衣で貼り付けながら円錐型に積み上げた飾り菓子。フランスではウェディングケーキとして使われる。州はキャベツを表し、子孫繁栄への願いと豊かな収穫を願うものである。二人で持った木槌で割りながら分けて三列客に配る。クローカンブッシュの頂上には、夫婦の像やドラジェやアメザイクのバラを飾る。 主が祝福してくれる人々を表すとも言われ、できる限り高くする傾向にある。また、洗礼式や、クリスマスケーキなど、結婚式以外のお祝いごとにも使われる、祝い菓子である。ピエスモンテの一種とされる。黒ンブッシュ。ありがとうございます。